皆さんこんにちは、個別指導塾決済塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマですけども、総経常理の理系学部の仕組みについて今日は一挙紹介をしたいと思います。まあ当然、例えば医学部とかね、看護とかやればそれは皆さん分かると思うんですよ。ただ、うん、ね、早稲田とか受けるとき、学系って何ですかみたいな、うん、1,2,3 って何みたいな、で、慶応もね、学問 ABCD、 何するみたいな、わけわかんないじゃないですか。なのでその辺をね、一挙今日はね紹介をしたいと思います。ではまず最初に慶応の理工からいってみましょう。はい、慶応の理工は学問 A から E っていう5つの学問を受けるっていう形なんですよ、入試時にね。A から E って言われてもさ、何が何だか分かんないよね。いや、そうなんですよね、本当に。なので、まあ、ちょっと一個一個を見ていくとですね、はい、A から E それぞれ、まあ、一応こんな感じになってますということで、はい、まあ、A が、まあ、結構ね、まあ、物理っぽいことっていう感じですか。まあ、でも物理っぽいこととかってまとめると、ね、はい、まあ、B もそこそこ物理っぽいだろうとか言われそうですけど、そうですね、結構学問 ABCDE で、それぞれこんな感じに進むことができるという形になっております。はい、つまり、専門に行くときに交わるんですよね。うん、そうなんです。分離しつつ交わるから、だからその物理っぽいって言っても物理じゃないとこもあるし、他のとこにも物理要素があるみたいな、当然なんだけどそうなってくるっていうことなんですよ。うん、なので自分が将来行きたい学科とかに合わせて選んでもらう前提ってことですね。そうですね、はいはいはい、なので、まあ、学科によってはもう先ほどおっしゃっていただいた通り、例えば機械工学科っていうところに行きたいなって思ってたとすると、うん、学問 A と学問 D それぞれが行けるっていう形になるんですね。ただ学問 A のうち 20% だけが、まあ、機械工学科に行くのに対して、学問 D だと、まあ、50% の人が機械工学科に行くというところがありますので、もうあらかじめ機械系やりたいっていうのがかなり硬いのであれば D に行っておいた方がいいよねっていう部分はあるのかなと思いますね。すいません、僕がね故障っちゃったんですけど、じゃ あ, まあ A はそんな感じで、はい、じゃあ次 B をね、はい、はい、で B はですね、まあ、結構電気情報系というか、まあ、電気情報工学科、まあ、情報工学科、物理情報工学科、システムデザイン工学科というところで、まあ、いわゆる今いっぱいかなり人気の分野っていうところになってくるのかなと思いますね。そうですね、はい、で C、まあ、ちょっとね違いが分かりづらい部分は多いかなと思うんですけど、うん、まあ、同じく情報工学科と、あとは数理化学科、管理工学科、生命情報学科っていうことで、まあ、若干こっちの方が基礎研究に近いような印象にはなってくるのかなという印象ですね。そうですね、まあ、数理系とかちょっと生命情報とかそっちの要素が、ね、少しこう入ってきてる感じですね。そうですね、はい、で D がまあ機械系で、まあ、ここはまあ見ていただければね、まあ、機械だなっていう感じだと思います。で学問 E が、まあ、科学生命分野ということで、まあ、ここは結構色合いが違うのかなっていうような印象ですね。そういう意味で言うと、多分 D と E は多分分かりやすい人多いと思うんですよね。そうですね、ABC でこんがらがる人が多いと思うんで、そこちょっと注意してよく調べてね、自分が出したいところに出してください、はい、あとですね、一応学科の決まり方なんですけれども、はい、まあ、1年生の後半の時点での成績で決まるということみたいです。ただめちゃめちゃ成績がいいと、うん、まあ、学問をまたいで学科を選ぶようなこともできるそうなので、一応ね、ちょっと違うなと思ったらぜひ頑張って勉強進めていただけるといいのかなと思います。はい、そうですね、はい、では次に早稲田の理工行ってみましょう。はい、こちらはですね、まあ、機関理工、創造理工、先進理工という3つの学部が、そもそもあるという形になっております。で、まあ、先にですね、こちらに関してはちょっと難易度いっちゃうと、先進理工の、まあ、物理とか、あとは生命科学が、まあ、一番難しくて、うんうんうん、まあ、次に来るのが、まあ、機関理工とか、あとは、まあ、生命理工のそれ以外ですね。うんうん、そう、今の2つ以外。で、その次に、まあ、創造理工っていう感じにはなってくるのかなと思うんですけど、はい、まあ、おおよそこのぐらいっていう感じで、ものすごい明確な格差があるっていうわけではないかなと思います。そうですね。はい。で、まあ、おおよそですね、やってるものをお伝えをしておくと、まあ、機関理工が数学物理系の、まあ、基礎研究ですね、うん、で先進理工が、まあ、幅広く最先端の研究をやっているっていうような印象です。はい、そうですね、まあ、これは日本語的にちょっと分かりやすいです ね。 そうですね、先進でついてるからね、はいはい、で創造理工もまあ割と分かりやすいんですけれども、まあ、結構技術とか知識の実用っていうところに、はい、フォーカスした研究になってるのかなと思います。はい、で、それぞれ学科を見ていこうと思うんですけれども、まず機関理工がこちらになっておりますと。はい、で、学科はね、とりあえずまあ見ていただければ、まあさっきも見たようなものがあると思うんで分かると思うんですけれども、機関理工はね、ちょっと難しいポイントがありまして、入学時、学系という形で分類されるんですよね。そうですよね。で、これが1から3まであるんですけど、はい、それぞれの各学系から進級できる学科にと、まあ定員に関してはこちらのようになっておりますと。はい。いう形でございます、はい、例えば情報系に行きたければ確かに学系2からも行けるし3からも行けるんだけど、まあ、人数比で言ったら、まあ、3からの方が割合多く行けるから、まあ、こっち希望した方がいいよねみたいな話ですよね。そうですね、はい、で、まあ、1に行くとね今度は数学系とかっていうのが決まっているので、うんうん、まあ、1と3は割と、まあ、
結構ガチッと決まっている方 で、ね、で、まあ、2は割と、まあ、この辺やりたいけどまだ迷っている方向けの学系にはなってくるのかなと思います ね、 ですね。で次に先進2校を見ていきたいと思うんですけれども、まあ、こちらの学科となっておりますということで、まあ、割と高校生の方に想像しやすい分野が並んでるんじゃないかなと思いますね。先進2校はね、はい、でまあ、そういったところもあって割と人気が高いというか、うんうん、あの高校生の人にとって選びやすいという側面が大きいかなと思います。はい、はい、で次、想像2校がこちらの学科になっておりまして、まあ、やはり、まあ、実用性というか、まあ、建築学科とかありますし、まあ、機械工学科とかあとはシステム系とかね、うん、あの実際に、まあ、実社会に出てどう役立つかっていうところがポイントになってくるのかなとは思います。はい、はい、で一応、まあ、あとまるっとですね全体的にお話をしておくと、その、まあ、結構ねやっぱり先進理工に行きたいっていう方はとあとは情報系に行きたいっていう方が、まあ、多いかなと思うんですけど、まあ、ただまあ見てるとですね、就職とか見てると先進理工が必ずしもめちゃめちゃいいわけではなかったりするので、あとはまあ実はそのいや生命系やりたいんだよなとかって思ってたとしても、まあ、実は創造理工でもやれたりとか、あの環境資源工学科とかでやれたりとか、あと実は機械工学系のところとかにそういうねあの生命系の医療ロボットの開発があったりとか、はいはいはい、意外とねちゃんと細かく見てみると全然違う部分があるというか、自分の想像してたものがないっていうパターンもあるので、まあ、そこはね結構気をつけていただいた方がいいかなと早稲田に関しては思いますね。そうですね、はいはい、あとまあ入試で言うと、まあ、注意点があるとしたら、はい、基本的にはまあエース物価とかで受ける人が多いと思うんですけど、ね、うん、建築学科だけあのデッサンがあるんですよね。そうですね、はいはい、なんで 僕デッサンのプロじゃないんで別にじゃあどうしろとは言えないんですけども、まああのやっぱいきなりね脳練習で行くっていうのはさすがに無理だと思うので、うん、ある程度ねもしここを受けるよって方の場合は、まあ、練習というか、まあ、訓練というかね、うん、そういったものが準備がしてもいいかなというふうに思います。はい、まあ、ただ、まあ、僕、まあ、あくまでね僕ですけどデッサンがそれが原因で落ちたって人はあんまり多くは聞いたことないというか、まあ、僕の中では一人もないんですけど。そうですね、はい、まあ、ある程度もやっぱり皆さん練習されていきますし、そうですね、まあ、一般の、ね、科目もすごく大事なので、そうですね、あの、まあ、そっちを、ね、頑張って鍛えていただいた方が早いかなと思いますでしょうね。はい、そうですね、ただこう、はい、何もね準備全く何もしたことなくていいっていうのはさすがにそういう方はいないと思うんですけど、はいはい、そこだけは注意お願いします。はい、はい、じゃ次に理科大行きましょう。はい、で理科大はですねかなりややこしいんですけど、ややこしいんですよ。はい、学部がですねまず、理学部の第1部第2部、はい、で第2は夜間ですね。はい、で、まあ、工学部、先進工学部、総域理工学部なんですけれども、はいはいはい、先進工学部が、あの、前の基礎工学部ですね。はい、あの、おしゃまみに飛ばされるという、ね、あの、が、先進工学部、元先進、はい、今はね、飛ばされないんですけど、先進工学部。で、うん、あとは、まあ、総域理工学部が、あの、一応ね、今年まで、まだ今の時点では理工学部。はい、あの、来年から総域理工学部になるという形になっております。で難易度としてはなんですけれども、もちろん総域理工学部に関しては一応新設扱いになるの で、ね、まだ不明な点があるんですけれども、一旦一番上に来るのはまあやっぱり理学部の第一部とあと工学、うんうん、でその下はやっぱり去年を見てみると、まあ、おしゃまんべじゃなくなったことから先進工学部がかなり人気になってて、次は先進工学部が来るのかなと、うん、まあ時点では思った。ただほぼほぼ変わらないところに、まあ、おそらく総域理工学部が来て、でかなり空いて、まあ、理学部第二部という形にはなるのかなと思います。そうですね、はい、まあまあ2部はね、あのちょっと、うん、あの皆さんがねこう、うん、大手振って受けるとは思わないので、うん、まあ、除外しつつ話していくと、まず理学部はどんな感じですか。はい、そうですね、ちょっと理学部と工学部を少しまとめてお話をさせていただくと、はい、あの理学部と工学部は結構スペシャリストを育てたいっていう感じの学部なんですね。うんうんうん、で理学部はその中でも、まあ、割と基礎研究型で、学科見ていただくとこんな感じになってるんですけれども、うん、まあ、数学、物理、化学、応用数学、応用化学ということで、まあ、かなり基礎研究によったような、スペシャリストを作りたいというタイプの、学部かなと思いますね。はい、でそれに対して、まあ、工学部は、まあ、その実用面でのスペシャリストを作りたい学部なのかなと思ってまして、学科でいうと、まあ、こちらのようにですね、うん、建築、工業化学、電気工、情報工、機械工という形になっております。うん、はい、でこっからがですね非常に分かりにくいんですけれども、はい、あの残念ながらですね研究とかがものすごく進んでるわけじゃないので、あの正直そのパンフレットとか見た僕の印象が結構大きいところをあのご了承いただければなと思うんですけど、はい、先進工学部とか総域理工学部とかっていうのは結構そのいろんなものを横断していくようなイメージなんですね。うん、でその中でも先進工学部は一応ポリシーとしては、そう、基礎と先進工学とデザイン思考の掛け算でイノベーションを生むっていう風に書いてあるんですけど、あのおそらくその一つの分野の柔軟型なのかなとは思います。はい、そうですね、なので基礎研究からあの実用まで全部トータルでその分野に関して見ていくという学部になってるのかなと思います。うん、で学科としてはこちらになっておりますと
という形になっておりまして、まあ、例えば工学部の電気工学部だったら、まあ、いわゆる電気工学の実際どうやって使うのかっていうところにだけ着目をしていくんだけれども、あの先進工学部の電子システム工だともちろんそういうところも若干はやるんだけれども、実際システムのその基礎というか元になっているものはどういうものなんだろうとか、そういうところまで細かく突っ込んで研究をしていくと。だからどちらかというとスペシャリストというよりは、まあ俯瞰して見れるジェネラリストを育てていくっていう感じなのかなとは思います。うん、多分見てる人わけわかってないと思うんですけどちょっとね難しいんですよ。なんでかっていうと、まだ始まったばっかりだったので、そうなんですよ。はい、じゃ実際どんな人材が配置されてるかっていうのは、ね、はい、ちょっとわからないですからね。はいはい、で一応じゃあ総域理工学部お願いします。総域理工学部の方がまだわかりやすいと思うんですけれども、ね、はい、総域理工学部は学科横断型なんですよ ね、うん、なので研究分野を複合統合していくっていうイメージかなと思います。うん、なのでいわゆるこっちがちゃんとした横断型っていうやつですね。そうですね。はい、横ですね。はい、で、学科としてはこちらのようになっているんですけれども、うんうんうん、まあ、一応これ自体が一つの、まあ、メジャーになるというか専攻にはなるわけなんですけれども、うんうんうん、まあ、これをいかに他の学科と混ぜていくのかっていうところがおそらくキーポイントになってくる部分なのかなと思いますね。だからまあ電気電子にこう情報がくっついてきたりとか、うん、まあね、航空宇宙みたいなものにこう機械がねこう合わさってきたりだとか、うん、まあ、結構ねこちらの方がイメージはつきやすいかなというふうに思います。はい、はい、では最後にですね上智の話をしていただければと思います。はい、上智大学はまあ理工学部1個しかないです。まずで、学科としては、こちらの3つがあるような形になっておりまして、うん、まあ、難易度としては、まあ、物質生命理工と、機能創造理工に関してはほぼ違いはない、うん、で、まあ、情報理工が少し抜けて難しいという形かなと思います。はい、で、物質生命理工が、まあ、割と基礎的な研究で、機能創造理工が、まあ、結局その使うとか実用面を学ぶ学部学科になっているのかなと思いますね。そうですね。まあ、上智はね、はい、中学部しかないので、まあ、あんまりしかもね、学科の種類も多くないのであまりまあ迷うことはないとは思うんですけども、まあ、総計ね、あと、まあ、理科大、まあ、結構複雑だったりとか、うん、やりたいことが決め手から受けてねって僕ら言うんですけど、決まっててもじゃあ俺の場合どこなのみたいなケースがあると思うので、うん、今回ちょっと一旦ね出願前のタイミングでまとめさせていただきました。まあ、ちょっと新設とかもあって、まあ、毎年ねちょっとねこう入れ替わり立ち替わり激しいんですけども、まあ、ぜひねあの注意してチェックした上で出願していただければと思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。本日の Q&A、 研究者になりたいのですが、理科大に現役で行くのと、はい、浪人して総計に行くのどっちが良いと思いますか。いや難しいな。別になんか、てかそもそも国立狙ってほしいんだけど総計の理工に行くなら、まあ、っていう前提は置いといて、この話で言うなら、まあ、僕は別に現役で理科大でもいいのかなとは思いますね。そうですね、はい、まあ、研究者になるならもう絶対にあの大学院がもうマストなので、その時にまあ自分のねこうよりこう研究がこう深められるような、まあ、大学っていうのを、まあ、別にね理科大から東大行く人っていっぱいいるので、東大でもいいし、まあ、他の大学でもいいんだけども、そういうところにこうちゃんとあの場所を、まあ、持てれば研究ってものはできるので、まあ、別に理科大だったら全然大丈夫だと思いますと、うん、ただやっぱりそのね、例えばその一流の研究室にこう進学実績がないような、まあ、偏差というともうちょっとねこうだいぶマイルドになっちゃうところだときついっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、理科大だったらね全然可能性はあると思います。はい、でもちろん総計も、まあ、全然まあ僕は浪人して総計も悪いことだとは思わないんですけど、どっちかっていうとそれはもう大学選びの話であって、研究者になる時のこう第一歩としてどっちなのかっていうのは、まあ、正直まあどっちとも言えないですね。むしろそれよりはそのどっちに入ろうが自分がやりたいことの研究室とこうに入れるかどうか、あとはその自分がやりたい研究をそのやってる先生がいらっしゃるか、でそこにこう行けるかみたいな、そっちのむしろ大事になってくるので、まあ、そういった観点でも大学選びしてみるといいかもしれません。はい、今日の話は以上です。